今では、青空に映える紫輝くんとナンバー、愛が渋谷のど真ん中に同時にいるなんて、信じられないことが現実になってしまった。渋谷という街があった。それは都会の中で一際輝く光景を抱えた、夢と魔法が交差する場所だった。今日、私はその街について語りたい。なぜなら、最近の出来事がその街をさらに魅力的に彩っているからだ。昔の渋谷とは違う。 今では、青空に映える紫輝くんとナンバー、愛が渋谷のど真ん中に同時にいるなんて、信じられないことが現実になってしまった。ファンにとっては、まさに夢のような瞬間だろう。しかし、これは単なる写真の話に終わるべきではない。なぜなら、この出来事が渋谷の歴史と未来にどのように影響を与えるかについて考えることが重要だからだ。渋谷は常に若者文化とトレンドの発信地として知られてきた。 しかし、最近の動向を見ると、それはますます拡大しているようだ。光景の美しさだけでなく、その場所がどれほど特別か、どれほどの思い出がここに詰まっているかを感じることができる。スクランブル交差点のど真ん中で、紫輝くんとナンバー、愛が同時に存在する光景。これはまるで都会の神秘的な祭りのようなものだ。若者たちがこの場所に集まり、友達と共にその瞬間を楽しんでいることだろう。 写真を見た瞬間、私は自分がその場にいるような錯覚に陥り、その魅力に引き込まれた。そして、この光景は渋谷の魅力だけでなく、ファン同士のつながりも象徴している。SNS 上でこの写真が拡散され、多くの人が共有し、会っている。それはまるで一大イベントが渋谷で開催されているかのような盛り上がりだ。ファンたちはお互いに喜びを分かち合い。 この特別な瞬間を共有することで、新たな友情やつながりが生まれているのだ。ここで考えるべきなのは、なぜこれほどの興奮と感動が生まれているのかということだ。もちろん、美しい写真が一因であることは疑いようがない。しかし、それだけではない。渋谷は若者たちにとってだけでなく、ファンや観光客にとっても特別な場所となっている。その背後には渋谷が抱える魅力と、紫輝くんとナンバー。 愛が持つパワーがあるのだ。昨日の青空に映える紫輝くんとナンバー、愛の写真は、まさに都会の中の楽園のようだった。青空が広がり、その美しさが写真を通して伝わってきた。これはまさに渋谷の新しい魅力を象徴している。若者たちは日常の中で忙しさに追われているが、そんな中でも渋谷は彼らにとって心の寄ころであり、新たなエネルギーを与えてくれる場所だ。 そして、紫輝くんとナンバー、愛の存在がその魅力を一層引き立てている。彼らはファッション、音楽、エンターテイメントの分野で多くのファンを魅了してきた。そのため、彼らが渋谷に集結する瞬間は、まるで都会が彼らのために輝きを放っているような錯覚を生み出す。それが写真からも伝わってくる。さらに、渋谷の魅力を探求する上で重要なのは、 地元住民と観光客の双方がこの場所に対してどのような感情を抱いているかだ。渋谷の街は観光名所でありながら、地元の方、同じにとっては日常の一部でもある。そして、ここで数多くの感動的な瞬間が生まれている。しかし、一方で観光客たちも同じようにこの瞬間に心を奪われている。彼らは遠くから渋谷に訪れ、偶然にもこの特別な瞬間を目撃することができた。そして、 その感動を SNS で共有し、自分の友達やフォロワーたちと共感を共有している。渋谷の魅力は広がり、この場所がますます多くの人々を引き寄せている。この特別な瞬間が渋谷の歴史にどのように影響を与えるかは、今後の展開が注目されるところだ。若者たちやファンたちの心をつかむこのような瞬間は、街全体に新たなエネルギーを注入する可能性がある。 観光地としてだけでなく、新たな文化やエンターテイメントの拠点として、渋谷がますます注目を浴びることだろう。では最後に、皆さんにも一つ質問を投げかけてみたい。あなたが渋谷で過ごした特別な瞬間は何ですかそして、その瞬間がどのようにあなたの心に残っているでしょうか渋谷の魅力に触れ、共感し合いながら、私たちは新たな冒険へと旅立つことができるのではないでしょうか